ちょっとわかんわ。昼夜公演の時はね、まだ起きてないです。ダメですね、起きれへん。もうリハめっちゃもうよくわからんまま終わってた。まだ起きてないのでテンションは低いですが、起きてないだけなので許してください。え、気持ち寝てるな。寝てるよな。で、ゆうみさんがね、後輩、今日後輩っていうかもう今日ゆうみさんしかね先輩がいなくて、そしたらねゆうみさんが全員にね飲み物買ってくれて、はるかはいつも通りレッドブルにしました。レッドブルの紫美味しくない？めっちゃ好きなんやけど。ちょっとメイクしてきます。まだ途中なもんで。どれや、これだね。すごいよな、全員にですよ。わ、ティッシュない、ティッシュがない。これか、飲んだことない、きつそうだから。嘘、全然レッドブルそんなきつくなくない？はるか、あの強炭酸無理なんですよ。炭酸あんま飲めるけど、シュワシュワは結構なんか強すぎたら苦手なんやけど、レッドブルはなんかもうめっちゃ飲んじゃう。美味しいですね、9人分。え、そう、本当にありがたい、優しい。ちょっと集中しますちょっとアイライン大事。やばい、これ無言になったら消える？もしかして配信切れる？そんなことない？大丈夫か？映ってたら大丈夫。なるほど、人がいなくなったら消えるってこと？あかん、ちょっと今日はあかん日や。アイラインがちょっと思ってたんと違う、思ってたんと違うぞ違うぞ。めっか、こうめちゃめちゃ反射してる、めっちゃ反射してる、やば。いっか ロッカーとかないよ多分ね。 NMB のねパネルですね、これ。ロッカーじゃないな、ロッカーではない。まあまあ、だいたい左右対称。お疲れ様です。お疲れ様です。もう最近ほんまに朝早起き続きすぎて、はるかはもうそろそろ起きれないです。どうしよう。そろそろ起きれない。反対側反射してるよ。大丈夫。映ったら赤ものはないので大丈夫です。ほんと眠そう。いや、ほんまに眠たい。もうダメですね。
もう早起き続きはちょっとそろそろ一旦止めてもらいたい。ちょっとさすがにね、もうはるか睡眠大好きな人やからさ、ダメなんですよね。必要、必須アイテム、睡眠。オールはないですね。リハとかももう言うて5年ぐらい NMB で活動させてもらってるから、踊ったことない曲はないのよね。言うてポジションとかは全然、なんかやったことないポジションとかいっぱいあるけど、踊ったことやったことない曲っていうのはもうほぼほぼないから、なんか振り起こしとかもあんましないんですけど、しないわけじゃないな、前みたいになんか長時間何時間もなんか夜中までとかはないんやけど、うん、なくても朝が早いからさ、結局寝れないっていう、限られちゃうっていうね。もう先輩組ね、5年って思うと長いなあ。頑張って最近はちょっとだけチークを濃いめに入れるのにハマってます。ちょっとだけやけどね。もともとなんかあんまりチークつけへん人やったから、多分そんな濃くはないんやけど、毎度リハーサルに行ってギリギリすぎじゃない。いやもう慣れたもんよね。でも今回早いんじゃない、そんなことないんかな。でもなんか今回進むスピードが速すぎて、なんか何のこっちゃ分からへんんですよね。なんかもうあと2日で全部終わっちゃうんじゃないかなレベルなんやけど、2日ぐらいでどういうスケジュールになっていくのかが分からへん。はるちゃん元気、元気ではないけど元気でいたいとは思ってます。元気でいたいですね。えね、今回早い気するよな、今回早い気はする。なんかもう慣れすぎたのか何なのか、感覚が麻痺してきた。爪じゃなく感じる今の。あ、違う、間違えた。9期生も行ってるから、でも9期生会ってないんですけど、全然なんでやろ、1回しか会ってないな、まだリハで。なんかついてる、リクアは外れて悲しい。でもリクアはなんか落選したって方多い、そんなこともないのか、どうなんだろう、避けられてる。いやリハにいないですよ9期生。同じ曲に出てないだけなんかな。でも出番少ないのか、ちょっと分からんけど。いやリクアは夜、やっぱ夜はね気になるような、特に。
研究生基本出番少ないよね。そうよな、はるかたちもそうやったもんね。8周年の時とか出番少なかったから多分そんな感じなんやね。で乾かしてる間にね、わっ、はるちゃん見れて仕事頑張れるね、嬉しい。うん、はるかも頑張ります。今日は昼夜なので頑張ります。ちょっと一回寝たいね寝ることを諦めていない。ちょっと一回寝たいね。何飲んでるん？レッドブルの紫です。なんかさ、新しいやつなのかな、最近 CM してるよな、なんかパープル登場みたいなね。わ、次なんや、次もマスカラか。そう、一緒に寝よう、もうみんなみんな一緒に寝よう、寝ましょう、寝た方がいい熟睡はできて、できてます。熟睡っていうかね、はるかほんまに寝るの好きすぎて深い眠りしかしないのよねもう夢ね見ることなくて、だからね、そこに関しては大丈夫なんやけど、睡眠時間が足りてないですね。レッドブル飲んだら寝れへんやん。それがね、効かへんのよ。効かないんです、はるか。なんかさ、コーヒー飲んだりレッドブルとかなんかモンスターとか飲んだら眠気飛ぶみたいな言うじゃないですか。全くで全然変わらへんのよね。だからなんかレッドブルとかも普通にもうちょっとダメなんですけど、普通になんかジュース感覚で飲んじゃって、なんか効き目がね感じたことがない。全然なのよ。コーヒー好きでよく飲むから、えね、逆に取りすぎてんのか、どうなんやろ、慣れちゃってんのかな体が。なんかカフェイン取りすぎると貧血になりやすいとかね言うから、ほんま気をつけないと。気をつけないのとか言って、今日はスタバも飲みました。ちょっとこの今の配信はもうほんまにメイクがメインみたいになってるのでちょっと全然喋ってないんですけど、どっちみちまた夜公演前にしなきゃなので、その時はちゃんと話すね。ほんまにちょっとメイク優先になっちゃって申し訳ないんですけど、夜公演前はちゃんといつも通り話に専念するので待っててください。
とりあえずこれでいいか。オッケー。みんな優しい、ありがとう。よいしょということでメイク完成。まあ、後でちょっともうちょっと付け足すんですけど、おでこ出してると根底感ほんま。今なんか鬼滅やってるよな。もう全然テレビ見てないですね最近、全くやけど。とりあえずメイク完成して見て、前髪ちょっとね頑張って今伸ばしてるんですけど、もうそんなめっちゃ伸ばすわけじゃないねんけどどっちやねんって感じやけど、伸ばしててめっちゃ頑張ってる。もうはるかまつげに、前髪がまつげに当たるだけでいつもね嫌やからねすぐ切るんやけどね、ここまで頑張ってる今。いい感じに伸びてます。ちょっとおしゃれ前髪研究中してます今。そう伸ばしてんねん。なんかパッツン、ずっとなんかもうめっちゃ綺麗なもうパッツンみたいなのにしてたんやけど、ちょっとなんか髪の毛切ってこの長さには合わへんなって思って、ちょっとこけしみたいになっちゃうかもしれないと思ってちょっとねおしゃれ前髪をね今研究してます。なんかちょっと薄めのシースルーみたいなのをね研究してるんで、それになれるようにちょっと伸ばしてます。そうでもなんか髪の毛さこの長さにしたらさ、なんかもう見慣れて自分の中ではなんか長く感じて、もうちょっと切りたいなとか思っちゃう、これぐらいにしたいなとか思っちゃって、やばいどんどん感覚麻痺、感覚麻痺が起きてる。中途半端ね、そうなのよ。めっちゃ前髪切りたいんやけど、頑張る頑張る。シャンプー楽になって、それがさなんか毛量多くてそんでもなくて、なんか最近シャンプー普通になんかしんどい、手疲れるんよ、肩凝ってリハ中で仲良くなった後輩ちゃんいる。もうドラ3ロッキーでずっと固まってるな。ドラ3ロッキーはね一生一緒にいますね。まあショートにはせんけど、この長さをキープしちゃい、しちゃいたい。髪の毛たくさんあることはいいこと、確かにね。それはそうよ。はるちゃん毛量多いってポーニーテールが下がったりしない？いや、ないな。なんかすっごい自分でポニーするときはなんかめっちゃ太いゴムがあるんですよ。なんか なんていうんやろ、倍ぐらいの太さの紙ゴムあって、それでくくってるから、ちっちゃい時からそれ使ってるな。だから別に下がらへんし、メイクさんが公演とかでやってくれるときはゴム2本とか3本とかくくってもらうから下がったりはしへんね。でも1本やったら多分下がると思う。今日髪切ったハルチ初めて見る。嘘、確かにまだ4回目とかそれぐらいかな、髪切って4回とかまだしてないか。なんかね髪切ってちょっとフレッシュさ出た気する踊りに
髪の毛がねなんかファサファサなってくれんのよね。重くないからなんかふわふわしてる感じになる。3回目か2回目どっちやどっちや。あ、なんか押してもうた。雪乃ちゃん頭皮絶対痛そうだ。いや痛いよ、痛いですよ。くくるのもう昼夜公演の時とかもう絶対くくられへん。もう頭皮がかわいそう悲鳴あげちゃうよ。だからねくくれないね昼夜の時は。どっちかだけくくるとか昼だけとか夜だけとかやったらくくるのありやけど、もう頭皮に負担がすごそうでくくれないねどっちも。今日で3回目か。今日で3回目だそう。すごいなみんな、なんでそんなん覚えてんのなんで知ってんの、すごいな。頭皮大事大事よほんま。なんかはるか結構頭皮強い方なんですけど、やっぱバレエやっとったし、もうなんかピンぶっ刺されるのめっちゃもう慣れてるからさ、メイクさんからも頭皮が強いで有名なんですけど何してもなんか痛くないですって言うんですけど、それでもやっぱ痛いもんな、くくる、なんか一日中くくってたりすると、はい、いいよ、もうすぐ終わるから、いいよ。シンシン来ました。何が背景汚いな、うん、おしんちゃん絶対あかんやろ、うん、こっち。はるちゃんがアホになっちゃった。やめて。おせんせんがショールームしたそうなので、あ、すごい地震が起きてるおせんせんがショールームしたそうなので、じゃあそろそろ終わりますすごい、うん、まあメイクも終わったしね、夜公演前もあるんでちょっとまた来てください。お先生は大丈夫です。お先生は大丈夫です。お先生による地震。なんかじわじわ。ではランキングを読みます。13位フレンドちゃんありがとうございます。12位フーニャありがとうございます。11位ヤブちゃんありがとうございます。10位グッチありがとうございます。9位ミョンさんありがとうございます。8位リョガタンありがとうございます。7位これなんて読むの？シンシンが読めるって書いてる。シンシンなんて読むのこれ？あ、オジンすごいすげえ、オジンさんありがとうございます。シンシン推しやなシンシン始めるよ今から。どこに置いてんの、ちょっと待ち終わるから6位キッペイさんありがとうございます。5位ナカシーさんありがとうございます。4位サカさんありがとうございます。3位カラスさんありがとうございます。2位トクちゃんありがとうございます。そして1位がヒデさんです、ありがとうございます。ちょっとお先生暴れてるんでちょっと早急に終わりたいと思いますでは皆さんありがとうございました。昼公演お願いします。夜公演前もまたするんで来てね、バイバーイ。